はい、このジャングルのとこが何とも言えない、なんかこう私寂しさを感じたんですけど、実は、はい、切ないね。なんか切なくって、虎だけはこっち見てるんだけど、おばあさんはもうスタ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 歩いて家に帰っていく。でも町に戻ると、なんか多分ここがおばあさんの心を表現していて、町が、町のみんなの洋服がグレーとか黒に見えるみたいなオレンジがないんですよ。はい、ないです。はい、これはもう完全におばあさんの気持ちを表現してるなと思って。こんにちは。ヨッピーです。サンキュー先生です。今日もリビング書店の YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日はおばあさんと虎を紹介します。はい、こちらの絵本はオランダ生まれの、ね、絵本です。はい、でね、おばあさんと虎というこの組み合わせがすごく面白いなと思って手に取ってみたんですが、はい、この絵本はね、長、ちょっとこう縦長な絵本になってるんですね。その分なんか奥行きとか、あの高さとかすごく感じることができる絵本だなと思いました。はい、ということで紹介していきます。はい、横が19センチ、縦が29センチですね。結構大きな、はい、結構大きいんですよね。はい、ここで、あの、この表紙に出てくるこの絵がですね、最初のところにちょっと絡んでいるんですが、おばあさんがね、ここで散歩してるんですよ。これ散歩してる絵なんですけど、森の中、はい、森の中なんですけど、雪がこう積もっている雪で、冬の森で、まあ、葉っぱがない、葉っぱがまだ木にね、ついてないですよね。そんなところをとぼとぼとこのおばあさんが散歩していると、なんと虎に出会うんですね。なんで虎に出会うかは最後までの実は謎なんですけど、虎に出会ってなんかこう最初ビクッとしますよね、おばあさんも。虎だってなるんですけど、この虎はこうなんかこう自分の匂いを嗅いで頭をこすりつけてきた、なんかこう慣れ慣れしいっておかしい表現ですかね。なんかこう自分にこう愛着をこうなんて言っていいんですかね、スリスリしてきて、はい、猫なんかよくありますけど、はい、なんかこうおばあさんもあら、なんか私にスリスリしてくるわみたいな表情なんですね。で、なんかペロペロ舐めたりスリスリしてくるから、そうかそうかいって、まあ、触ってみると気持ちいいし、おばあさんもだんだんなんか心がこう打ち解けてきてお前行くとこないのかい、じゃあうちに来るかいって感じでうちに連れて行くんですね。で、まあ、ご飯を与えて、で、寝落としたら自分のベッドの横、ベッドの下って言っていいんですかね。で、この虎がね、こう横になって、大きい虎なんでね、ベッドと同じぐらいのサイズですよね、横になっても。はい、で、寝てね、あのおばあさんがいつもそばにいるんですね。で、おばあさんも、おばあさんは、まあ、こう靴を脱いだ状態でこの虎のね、お腹のところに足をつけても虎も怒らないし、おばあさんも、ああ、なんてあったかいんだろうっていうのをこう感じる。まあ、なんかこう、まあ、それは多分このなんか、まあ後からここは説明していこうかなと思うんですけど、で、おばあさんは、まあ、どこに行くにもこの虎を連れていくことにしたんですね。で、首輪じゃなくって赤い毛糸一本だけを首に巻いて、一応、まあ、私のペットよみたいな感じ、一応つけているっていう感じなので、こう締め付けてるんじゃなくて、もうゆったりとした毛糸をこうつけて、どこにでも連れていくんですね。で、最初町の人もびっくり、もう虎だって感じで逃げようとする人がいるんですけど、でもね、おばあさんと虎は別に何も感じないというか、大丈夫だよっていうのをこうみんなにこう伝えているというか、歩いてるだけでそう伝わっていく。で、だん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 こうおばあさんともどんどん仲良くなっていって、町の人もね、虎を連れてても全然驚きもしなくなったんですね。それだけこう町に溶け込んでいった。で、その頃にはもうこの黄色い毛、赤い毛糸さえもしてないんですね。で、絵描きさんに頼まれれば絵のね、モデルに なる時もあるし、で、学校のね、あの勉強にちょっと来てほしいって言ってお手伝いに行く時もあるし、
でね、ある時は背中に子供を乗せて遊んであげることもある、まあ、これだけ町に溶け込んでいったんですね。人々に溶け込んでいった。でもそんなある日、トラがなんか元気がなくて、いつもゴロゴロ鳴らすこの喉の音も聞こえないぐらいになってしまった。で、トラといえばこの美しいこの縦縞、オレンジ色っぽい体に縦縞、黒い縦縞ですよね。でこの色もなんか薄くなってるように見える。どうしたんだいっておばあさんがこう心配になって、町の獣医さんに来てもらったんですね。するとこれはホームシックじゃなって、きっと家に帰りたがってるんだねって言うんですね。でここでようやくこうさっきおばあさんがちょっと心配してる時にはその柄がどんな色なのかよくわからないんですけど、獣医さんのとこ行くともう全然虎の色してないのがここでよくわかります。剥げちゃった、はい、なんかオレンジ色が全部なくなって、なんか薄黄緑色みたいな体の色になってますね。もうこれもう心配になっちゃうような色ですね。全部毛は抜けたんでしょうかね。はい、でもうおばあさんはもう決意をして、おばあ、この自分の国がこう暖かい南の島だということはこのおばあさん分かったので、そこまで連れて行くことにしました。で自分は往復切符を買って、トラは片道切符を買って大きな船に乗って連れて行きました。でだんだんこう南の方に行くにつれて色が戻っていくんですね、トラの。はい、でだんだんゴロゴロゴロっていう喉の音も聞こえるようになってきた。やっぱりお家に帰りたかったんだねっていうのがおばあさんにも伝わって、でだん、いよいよその虎の故郷の島が見えてきたんですね。これがあんたの国かい、帰りたかったんだねって、あの背中をさすりながら船から見てるんですけど、この時にはようやく虎も色が戻ってますよね。綺麗な色に、はい、なっています。やっぱり帰りたかったんだなっていうのがここでね伝わってくると思います。で、南の島に着いて、ここで自転車タクシーっていうのに珍しいですよね乗るんですけど、まあこれはぜひね皆さん手に取って見てみてくださいね。もうすぐにこの自転車タクシーを手配してジャングルに向かったんですね。で次のページではもう最後のねお別れシーンなんて描かれてないんですよね。もうバイバイって言ってもうすぐおばあさんは去っていく。で虎は振り向いておばあさんの方を向いてるんだけど、おばあさんはもう振り向きもせずにもう帰った。サングラスをして帰ったんですね。帰りの船旅は果てしなく長く感じたって書いてあるんですけど、なんか多分おばあさんはもうこれは振り向いたらもうバイバイできないというふうに思って、もうスタ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 ってもう急いで帰ったんじゃないかなと思います。で元の町に帰って、まあ前の生活に戻ったという感じなんですけど、おばあさんの表情を見ると暗いんですね。で町全体を見ても暗い格好してるんですよね。黒とかグレーのコートを着て傘も黒なんですね。もしかしたら違う色かもしれないけど、きっとおばあさんにはこんな色に見えたんじゃないかなって、そういう心だったんじゃないかなって私はちょっとこれを見て思ったんですけど、である時ですね、路地裏に小さい猫を見つけました。であんたどこの子だいってこう声かけるんだけど、まあ、ちょっと違うよその人に聞いたらこの子は野良猫だよっていうふうに教えてもらって、あじゃあうちに来るかいって声をかけるんですね。でうちに連れてきました。そしたら自分のベッドの上でこの子猫が喉をゴロ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 って鳴らして寝ているんですね。それを見ながらようやくこう飼う、この子を飼おうとこの時に思うんですね。このおばあさんは私はヨセフィンって言うんだよって、あなたの名前はトラねって言っておしまいと書きます。トラという名前をつけたっていうところが、うん、やっぱり虎のことをこう忘れられなかった、なんか心がすごく寂しい気持ちだったっていうことがなんか伝わるかなと思うんですけど、それとですね、私伝えたいところをもう一つ言うと、最初おばあさんと虎が出会って最初に家に連れて行きますよね。その時の壁にかかってる絵が、まあ、旦那さんと自分が若い時のちょっと白黒っぽい写真と旦那さんのこう
あ亡くなったのかなっていう、こうなんていうか、えあの写真ですねがこう飾ってあるんですけど、その小さな猫が家にやってきた時にはその旦那さんと一緒にいた絵を外して虎貼ってある、虎の写真絵かな写真かな、どっちかなって感じですけど貼ってあるんですよ。で旦那さんの、はい、のももちろんあるんですけど、2人の写真のところに虎が貼ってあるんですね。ここがこのなんていうか面白さというか、それだけ虎のことがすごく大好きなだったんだなっていうのがこう伝わってくる、思い出から新しい人生に、ね、そうですね、はい、踏み出したっていうのが、はい、で、はい、でこのね小さな猫の虎がね、虎を飼うことになってようやくこうなんかカラーになりますよね、家の中もカラーになったなっていう感じがして、ようやくこのおばあさんにもこう新たな一歩を踏み出すチャンス、チャンスというか一歩になったんだなっていうのがここで伝わってくるお話だったなと思いましたね。オランダの絵本、はい、オランダの絵本だそうですね。虎のオレンジの色がね効果的に結構使われてて、そうですね、壁の色とか、ベッドのオレンジはあのオランダの色らしいですよ。あなるほど、あだからですかね、去年あの F1 のワールドチャンピオンになったマックス・フェルスタッペンって選手、はい、オランダ人、はい、であの優勝した時あのスタンドが全部オレンジ色で、応援がオレンジ色になったの、印象的でしたけどね。そういうところも効果的に、うん、そう多分、ね、はい、オランダの色としてなんか、ね、はい、おばあさんのベッドのベッドシーツカバーっていうんですかね、オレンジ、きれいなオレンジ色だし、虎の色もベージュ色だしっていう、ね、ところですよね。はい、なんか独特のやっぱり日本と少し違う、なんか人間の描き方も少し独特だったかなというのは感じましたね。で一枚一枚がなんか海外のようにも感じるような、はい、ちょっとなんかやっぱり日本人の描く絵と少しなんか違うなというふうな感じですよね。で大きな船の絵とか、まあ、高い木が、ね、描かれてるんですけど、それもこの長い絵本、縦長の絵本にすることで有効的にこう、はい、感じる、あのよく分かりやすいというか感じもしますね、はい、このジャングルのとこが何とも言えない、なんかこう私寂しさを感じたんですけど実は、はい、切ないね、なんか切なくって、まあ、虎だけがこっち見てるんだけど、おばあさんはもうスタ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 歩いて家に帰っていく、でも町に戻るとなんか多分ここがおばあさんの心を表現していて、町が町のみんなの洋服がグレーとか黒に見えるみたいなオレンジがないんです、はい、ないです、はい、これはもう完全におばあさんの気持ちを表現してるなと思って、 でもさ一番最後にその小さな猫ちゃんが来たことで全体がまたオレンジ色に戻る、はい、このなんていうか、はい、カラフルな世界に戻っていくので希望がね見えてきたっていう感じがしましたよね。いい本ですね。はい、なんか素敵ですよね。なんかこのヨセフィンおばあちゃんの帽子もちょっとなんか独特で、これはなんかオランダと何か関係があるか、ごめんなさい私ちょっとよくわからなかったんですけど、はい、なんかね目を引くなと思ってはい、というねちょっとね面白い本でしたね。はい、ということで今日はおばあさんと虎を紹介しました、はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。またお会いしましょう。さよなら。